はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。プレイステーション5の新情報を紹介していきたいなと思います。本日の内容はこちら。2カ国で PS5 予約成功したね、ラビット。この私が成功の秘訣をアドバイスするということで、まあそんなに偉そうなことは言えないんですけれども、まあイギリスでもね成功して、まあ日本でも成功したと。まあ基本アマゾンなんですけれどもジャングルね、ジャングルで勝利したという話なんだけれども、いや、Amazon JP のが早かったしね、ちょっと難易度高かったなという印象はありましたね。イギリスの方はなんか簡単っちゃ簡単だったんですよ。時間がもう前もって知らされてたっていうのが一番楽だったし、イギリスは20分ぐらいで完全に売り切れだったんだけど、日本は3分で完全に売り切れでした。3分、開始3分マジかと思ったんだけど、で私の場合ね、成功したキーは、日本で成功したキーはね、連打もあったんだけど、情報収集、リアルタイムの情報収集、まあツイッターとかなんだけど、主にツイッターかな、ツイッターが大きかった。これがなかったらね、やばかったかもしれないって話。だ、日本の方が難易度高いかもしれないですね。何が難易度高かったかって、やっぱり前もって発売されてた周辺機器のせいで、PS5 のコンソールが出たんだけど下の方にね出てきちゃったんだよね。だからそれに気づけなかった人はまずそこで一歩出遅れちゃうみたいな難易度があった。あれ迷惑っちゃ迷惑だなと思った。本当にやめてほしいよね。で、なんていうのかな、だから下に降りなきゃいけない。だから一瞬10時になったんだ、9時、6時ぐらいからね、私張ってたんですよ、1時間ごとに特に。でポチ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 ずっとしてで一応ね、皆さんも大変だろうから、まあ、1時間に1回ぐらい、あ、この7時は大丈夫、8時は大丈夫、9時は大丈夫、10時来るかなみたいな話 で10時来ないなってツイートした瞬間に、ふっと私がいつも見てる人がアマゾン来たみたいなことを言い出して、で、え、本当みたいになって見たら来てて、やっぱりあ、これだっつってパッとクリックしたら、最初ダメで、あ、ダメか、もう遅かったと思ったんだけど、で待てよ、プライムに限定してみようと思ったんですよ。で左上にプライムのフィルターがあるじゃないですか、プライム商品限定みたいな、そこをクリックしたんですよ。そしたらやっぱりコンソール出てきて、一緒だったんだけど、なんかクリックしてみたら予約ができるんですよ、そっちは。やっぱね、プライム品とプライムじゃないの用意されてるの。やっぱね、絶対ここでプライム入っといてよかったなと思ったんだけど、プライムね限定にして出てくる PS5 はまだ予約できたんですよ。で OK っつってパッて予約して、いつもの感じですよ、予約できましたみたいな感じになって、予約できたみたいな感じだから、そこでツイッター見てなかったらもう絶対無理だったみたいな。でもそれも3分10時3分にはなくなってた。本当に2代目いけるかなってまたやってみたんですよ。いけたら買っちゃおうと、今回は試しにね、試しにやってみようと思ったんだけど、2代目はもうダメでしたね、弾かれたページから。なんだけど今回ダメだった人は別に何にも、あなたは悪くないので何にもおかしくないが、落ち込む必要ないです。本当に何にも落ち込む必要ない。あー、ダメだったかってね。でもチャレンジしたのはすごいね、評価したい。私は個人的には素晴らしいなと思う。皆さんを応援したい。だから今回チャレンジしてダメだった人、この人は私は全力で応援したいなと思う。で本日の動画の概要なんだけれども、とりあえずじゃあ第1回戦が終わったってだけなんです。カーンってね始まって、カンカンカーンって、第1回戦が終わっただけ、第1ラウンドが終わっただけなんですよ。で抽選が始まってるので、抽選に行きましょうよって話ですよ。どんどん抽選に行こうと。次第2ラウンド抽選会ですよ。まあ第2第3ぐらいまであるんだけど、で今回は抽選をその受け付けてるところと応募受付期間みたいなのね軽く紹介して、で皆さんが当たるおおむねの確率、これを私なりにちょっと計算してみたんで、結構希望が持てる数字だったんでね、紹介したいなっていうのと、でおすすめのまとめサイト、これ前回の動画とね一緒になっちゃうんですけど、まあ、その辺を軽く紹介して、最後におすすめの確率を少しでも上げる方法、これをね紹介したいなと思います。よかったら最後まで聞いてやってください。2カ国で私買うの成功してるから、ね、その実績は評価していいと思うんだ。で今ね抽選を受け付けているところと受付期間、これをまあざっくりだけどざっくり紹介したいなと思います。ビッグカメラは終了しました。でもビッグカメラはねなんかちょっと条件があったんで、そのもうすでにビッグカメラでいろいろ買っているみたいな人じゃないとダメだったみたいなとこあるから、まあ忘れていいんじゃないかなとは思う。もうもし買ってた人だったらね受付もしてると思うんだけれども、まあそれはどうでもいいとして、
で野島のモバイル会員のとオンライン、野島オンライン、これがねあって9月18日もう始まってるよね、25日までやってます。だから野島が最初登録すべきところかもしれないね。ここは競争激しい、みんなやってるって言ってるから、で条件がほぼないんですよ。だからみんながまず登録するところは野島オンライン、だここに人が集まってる実はね、それは考慮した方がいいって話で、次がヤマダ電機だよね。ヤマダ電機ももう始まってて22日のまあ夜中真夜中までやってますよということですよね。だちょっと期間短いけど、期間短い分ここは野島より減るかなみたいな感じだけど、でもやっぱりここに人が集まってる、うん、それは考慮した方がいいって話ね。ヨドバシカメラ、これもやってます。これも9月の19日、明日からなのかな、もう日本は今日かな、まあ、とにかくあの週末から始まるということみたいで、この辺のでっかい電気屋さんはね、人がみんな集まるところで条件もそんなに厳しくないというところです。つまりどういうことかというと、当たる確率を分数で計算すると、あなたが1だったとすると参加した人たちが分母になるんですよね。だ100人参加するなら100分の1の確率で当たりますよという話になるわけですよ。だ分母が大きくなるほど確率は下がるということを今ちょっと覚えておいて。でソニーストアが条件が3回ぐらい変わったんだよね結局。で最後の一瞬で変わった条件が結構厳しいというか、なんだと思ったんだけど、ソニーストアで買ったことがある人みたいだったんだよね最後。なんじゃそりゃみたいな。でまあソニーストアが一応9月の23日からスタートということみたいです。5日間ね受け付けてるみたいです。でソフマップ、もしくは秋葉ソフマップなんだけれども、これはもう始まってて10月5日まで結構長い期間ね募集してると。ただしここはなんかクラブプレミアムクラブ会員みたいな年会費がかかるような会員にならないと、あの応募できないと、もしくは応募しても当たらないみたいな、そんな感じとなっております。この辺からちょっとめんどくさいよね。ソニーストアもちょっとめんどくさいけど、ヨドバシかどっかもそんな、ビッグカメラか、ビッグカメラそんな感じだったかな。あとは上新ウェブショップってところは9月18日から、私この辺よくまだ調べてないでわかんない、ちょっと見にウェブサイトが見にくかったからまだよく見てないんだけど、まあ見てみようかなと思っております。でゲオのオンラインストア、あオンラインストアね、これはアプリ限定なんだけれども、スマホのアプリとかで、まあ、9月24日からあの応募開始しますよということみたいです。アプリがないとできないと、アプリからじゃないと応募できないという条件がついてますね。まあ、ゲオは多いかな、やってみようっていう人が。であとはエディオンってところ、この辺がまあ始まるよっていうことみたいですね。でこの辺の一覧に関してはもっと詳しく、ね、まとめてるいいサイトを私知ってるんで、それはね後で紹介したいと思うんですよ。あと概要欄にリンク全部貼っときますんでね、ここの店の概要欄は貼っとかないから、そのまとめサイトにぜひね行ってみてください。で皆さんが当たる大体の確率、これをちょっと計算してみたいと思うんだけど、全然ねトンチンカンだと思うんだけれども、何にもないよりはいいかなってねつもりで見てください。で PS4 の出荷数、これが日本で900万台ぐらいだって言われてるんですね。900万台、つまり900万人か900万世帯か知らないけど、とにかく900万人ってしちゃおうかも、900万人の人が日本では PS5 に興味があるはずなんですよ。そうだよね。で PS5 の初期生産台数が、まあ、ソニー公式からだと一応1600万台だと、増産されて1600万台世界中で出すと言われてるんですよ。でこれが世界中に配られて日本に何台入ってくるか、これは私業界の人じゃないからさっぱり見当つかないんだけれども、アメリカ、日本、欧州って多分多めの方だと思うんですね。アメリカとカナダとか、うん、だからその辺はちょっと多めと見て、まあ、100万台ちょっと多いかもしれない、少ない、本当はもっと少ないかもしれないんだけど、100万台ってしとこうかっていう話ですよ。じゃないと日本ソニーはね日本のお膝元だから、それがアメリカの方が多いと思うけど、アメリカ200万台とかあるかもしれないけど、アメリカの方がねあの優先だとかなっちゃったら、もう日本はソニーはアメリカに買われたのかみたいな、アメリカの会社になっちゃったのかみたいになるんだけど、まあ、それはいいとして100万台としましょうか。で900万人の、ね、PS4 持ってるうちの半分ぐらいの人が発売日に買うことに興味があるとしますよね。よし発売日に買うぞって、この予約合戦に参加するって決めたとしますよね。まあ、そうすると500万人ぐらいの人が発売日、今回の予約合戦に参加してこようと考えているという話になると思うんですよ。そうなるとどうなるかっていうと、日本に入ってきた100万台が500万人に割られるって話になる。つまり5分の1になるんですよ、確率が。5人に1人は買える計算になるという話なんですね。これが全体的な話、あの全体的にみんなに本当に平等だった場合の話で、まあ、抽選で言うなら全部の抽選できる場所に応募した場合の確率かなみたいな、
そんな感じでいいんじゃないかなと思うんだけれど、もちろん歪みがあると、そんな単純じゃないって話なんですよ。でこれが5分の1が3分の1になったり2分の1になったりすることが多分できると思うので、なのでその方法をねちょっと紹介したいなと思うんだけど、まあ、その前にまずねさっき言ったおすすめのまとめサイト、これを紹介したいなと思います。でおすすめのまとめサイト1つ目は私のチャンネルだよね。前にも言ったんだけどここいい、悪くないと思う本当に。でツイッターの方、私のツイッターの方が本当リアルタイムにいろいろ情報出してるし、なんかそのまとめサイトでこういう情報が出たって言ったらリツイートとかすぐするようにしてるしみたいな感じでね、私のところをかけとくというのも分かりやすいとは思います。いくつかをかけといた方がいいとは思う、もちろんね。やっぱ情報がキーになってくるんでこういうのは。でもまあ抽選会、日本はあと残ってるのは抽選会ばっかりなんで、そんなに急ぐ必要はない、そんなにねわーってやる必要はもうないです。だからその辺は安心していいんじゃないかなと思います。で概要欄にリンク貼っとくんですけども、ユーズドアっていうところが非常に優秀で正確で早いです。でユーズドアの特にツイッター、ここがほんと早い。もう BS5 に関しての情報はやめちゃったみたいなところあるんだけどあ、まあ、前ほど入ってない本当に、うん、いやスピード勝負じゃもうなくなったからね、抽選ばっかりだからって話で、そんなに焦る必要ないよみたいな感じになってるんだけど、でウェブサイトのまとめサイトが非常に優秀で分かりやすいです。で販売方法が未定ってね、くくりがちゃんとあるんですよ、そのウェブサイトに行くと。そこのショップとかには自分でまず行ってみて、そのショップに登録できるならなんかいろいろメーリングリストとかに登録してみるとかね、そういうことは自分でやっておくといいんじゃないかなと思います。これをね全部自分でネットで検索してとかやってたら時間かかってしょうがないから、やっぱりこういうまとめサイトをねどんどん利用して、でリアルタイムの情報とかはいろんな人のをどんどん聞きながらみたいなね、そんな感じがいいんじゃないかなと思います。で少しでも確率を上げる方法、これをね紹介したいなと思うんだけれども、まず私のおすすめ、課金しなきゃ応募できないやつに課金してしまうっていうのがすごく確率を上げると思います。なぜかというと、課金ってなっただけで100円でも課金って思うとみんなね、あじゃあここはいいやってね弾くんですよ。多分半分以上の人が弾くと思うので、そこで応募することを。チャンスなんですよ、チャンス。5分の1のさっきの計算が当たってたとすると、半分3人、5人のうちの3人が、あ課金はいいやってなると思うんですよ。そこまで欲しくないみたいな、課金はいいやって。そうするともう 2人しか残んないんですよ。いや課金してでも欲しいみたいな、2分の1になるのね。これがすごい確率上がらないって話で、この5分の1をね、その3人抜けた3人は課金はいいやつって大手電気会社に行った人たち、これは5分の1だったものが本来どんどんその3人が入ってきたことによって8分の1とかあれどんどん増えていっちゃうの。だ10人に1人しか当たんないとかさ、そういう話になっちゃうんですよ。簡単に応募できるとこはそうやって人がどんどん増えていって歪みが生じるんで、だから課金しなきゃ応募できないとこ、これが狙い目なんですよ。で例えばソフマップ、ここは年間1000円とかの会員にならないと応募できませんみたいな感じになってんだけど、年間1000円って月100円以下だからねジュース買うより安いんですよ。月に1回ジュース買うのを我慢するかどうかの話、これだったら買っちゃえばみたいな話なんですよ私としてはで確率が2分の1になるんなら、もうこれいいじゃんみたいな感じなんですよ。でよく見るとソフマップの場合はクレジットカードをつけるかつけないかみたいのがあって、クレジットカードつけないただのカードだったらね全然余裕じゃんみたいな感じなんですよ。クレジットカードつけるとちょっとめんどくさいけどみたいな話だけど、クレジットカードいらないなら簡単にできるから、そういうとこ、そういうとこ、要はそういうとこ、ソフマップに応募しろって言ってるんじゃなくて、そういうの見てその月いくらかにちょっと換算してみて課金する額が、それで計算したらいいんじゃないかなと思います。そうするとね課金って言っていくらっていうのがねハードル上がると思う、ね、1000円ですって言われるとちょっとなって思うだろうけど、月100円、月80円ですって言われたら、あまあいいかなって思うよねそういう計算、そういう計算したらいいんじゃないかなと思います。あとは課金じゃないんだけれども、その応募するにはこのクラブとかでお店とかで購入履歴があるのが条件みたいなとこあるんですよ。でそういうのなんか抱き合わせみたいで嫌だなとかみんな思うと思うんだけれども、ちょっとよく考えてみて、で商品を見てみたらって話なんですよ。一回何買ったらじゃあいいのかなって、そうすると電池とかなんか消耗品とかいつもこれからかどうせ絶対買おうかなと思ってるやつがあったりするんですよ。そしたらそこで買っちゃえばいいのね。でもうちょっと購入履歴が最近すぎてあんま考慮されないとかあるかもしんないけど、それで条件満たすなら買っちゃえばいいんですよ。そこで何でもいいからで条件満たして応募しちゃう。そしたらそこでまたさっき言ったみたいに3人の人が、あー抱き合わせはいいやって言っていなくなってたとすると2分の1になるんですよ確率が。
こんなうまい話はないだろうみたいな、絶対どうせ買うべきものをただそこで買ったってだけなので、まあ、ポイントはそれをやれって言ってるんじゃなくて、なんだろう、めんどくさいなって思うところ、めんどくさいなこれって応募状況を見た時に思ったところ、そこほどチャンスだと思った方がいい、そういうところこそ応募しといた方がいいっていうのが私のアドバイスというか私はそうしてるってだけ、うん、私はそうしてるってだけなんだけど、で私がなんで日本でねその PS5 を、ね、応募してるかっていうと、ちょっとまあデータが欲しいんですよ。マーケティングまでそんな大げさにいかないんだけど、こういうのでこういう確率とか、まあ、さっき言った計算とかもどんくらい当たってんのかなとかさ、感覚的に、うん、そういうのとか欲しいな、知りたいなというのもあってやってるんだけれども、この予約戦争全部最後まで参加してみようみたいな感じで、で当たった PS5、 私イギリスに住んでて、まあ、イギリスの PS5 当たってるから別にいらないし、あと日本の PS5 わざわざ輸入してやる必要ないしみたいな話なんで、当たった PS5 はゆくゆくはチャンネルメンバー限定のねプレゼント企画にしていこうかなと思っていますので、まあ、よかったらねメンバーの方は参加してみてください。ただ私が全く当たらない計算がね全く甘すぎて全く抽選にも漏れちゃったとかいうこともありうんでね、まあ、この辺はあんまり期待しないでほしいんですけれども、もしね PS5 が当たったらでも日本でどうするんですかみたいな話になると思うんだけど、そしたらあのプレゼント企画にする予定です。もうそうか、 Amazon で1個買えてるから1個は確実にプレゼント企画できるって話だね。まあだから抽選に完全に漏れちゃった人は私のこのプレゼント企画多分5分の1よりもっと低い確率になっちゃうと思うけれども、まあ、メンバーの方はねよかったら最後まで希望捨てずに応募してみてくださいって話だねまあそんな感じで今日はねこの辺で終わりにしたいなと思います。皆さんね最後まで諦めないで、ぜひね抽選会とかで当たるといいなとお祈りしております。それでは、ね、今日この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。皆様の良きプレイステーションライフをお祈りしております。おじゃまたね。